とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ダルケルを使っていきます。ゴロン族の豪傑は、どんな強さなんでしょう。それでは、早速、行ってみましょう。はい、それでは、ダルケル行きましょう。ダルケルは、おなじみの、ダルケルの守りね。これを使うことができます。絶対防御だから、防御面では、ダルケルは最強キャラ。でもダメージは、あの攻撃では、あんまり与えれないので、基本的には、通常5からの強攻撃。これだね。これを使って攻撃します。最後に、今みたいに、下から火をまとった岩がね、出てくるのよ。あれを爆発させて、ダメージも追加で入れれるので、だいぶいい感じ。通常5の攻撃が露出させるのよ、敵のゲージを。で、その露出させたところに岩を爆発させるので、ゲージ削りも結構お得意。これね、攻撃速度ね、入れてないんだけどね、入れてくればかなりね、ゴリゴリいけるんだけど、ちょっと今回は攻撃範囲の武器で来てます。はい、スマッシュ。まあ特殊技のね、この岩を爆発させるやつ、これをうまいこと使っていくといいですね。敵が出てくると分かってるところに、置いとけばいいんで。あれ、ちょっと待って、どこ、いないぞ。あれ、あ、いた。ここあんまりやったことないんで、ちょっとね、どこにいたのかちょっと分かんなかったけども。まあ、最後はあいつが敵だっていうことで、イーガダに変身するんだよね。ここでちょっと始末しておきたいけども。はい、ちょっとトラップを敷いて爆発させてみよう。くれ！あ、まあ無理だよね。無理だよね。まあ今みたいに、トラップみたいに仕掛けて、出てきた瞬間に爆発させるっていうのもできるので。まあ、これもちょっとダルケルの面白いところかな。はい。あ、ミスった。まあいいや。いきます。通常の5からの強攻撃。で、さらに爆発させて、一発で、スマッシュまで持っていった。ダルケルなんかこのね、大きな体だから、振りがね、遅いかなと思ってたのよ。一番最初。ゲームが出る頃ね。でもそんなこと全くなかった。攻撃の振りは全然他のキャラと遜色ないぐらい早い。いや、むしろ早い方じゃない？攻撃の振りっていうのは。うん、さすがだね。ものすごい腕力なんだろうね。よし、じゃあ次。ここでライネルが出てくるから、先に仕掛けておきましょう。早く来て。あ、来た。当たるか？当たったけども、あー、まあ、遠いから無理だね。しゃあ、あー、ちょっと待って。当たらんかった。ここで、スマッシュ、いけるね。はい。でももうちょっと。あと一回スマッシュすれば勝てるね。いきまーす。シーカーセンサー技もね、癖があんまないから、使いやすいよ、ダルケルは。あ、使うの忘れた。ダルケルね、あのね、ガードが上手なのよ。まあ、ダルケルの守りがあるからね。これをすると、どんな攻撃も防ぎます。どこの攻撃も、後ろから攻撃されても防ぐので、超お得意。あ、もう無理か。守り、よし。こんな感じで、HP 削られることなく、守れるので、まあ最初言った通り、防御では、もう全キャラ中ダントツで最強。はい、守るよ。で、ここでこいつがイーガダンに変わります。ちょっとね、ダルケルの守りの性能をちょっと見せれるかな。さあ、どんどん攻撃してこい。全く効かないのよ、全く効かない。まあ行きましょうか。最後必殺技で一気にフィニッシュです。まあ、ダルケル、こんな感じですね。
はい、ということで今日はダルケルを使ってみました。今回の武器には攻撃速度がついてなかったんだけども、攻撃速度アップを4つつけていくともっといい感じ、すごいいい感じになるので、攻撃速度つけたダルケル使ってみてください。ではまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画を上げておりますのでチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。